みゃーち、メンソーレ下地家父ゆうきです。ということでね、今日もねやっていこうと思うんですが、今回はですね月一恒例のね宮古島の様子ということで5月版ですね。で本日が5月の11日木曜日となっております。で宮古島のね天気の方は晴れね、晴れでちょっと薄くね雲がかかっているかなといった感じですね。で気温の方が、まあ、車の温度計だったんですが現在9時半の時点で26度となってました。でまたね、あの日上がってくると温度上がってくるんじゃないかなといった感じですね。で今日はですね前浜ビーチからねスタートしてます。めっちゃ綺麗、うん、やばいっすよ。今回もですね宮古島の観光のね王道コースねピックアップしてねいくつか回っていきますのでね、動画最後までよろしくお願いしますということでねやっていきたいと思います。前浜ビーチね綺麗でしたね。今もうちょっと朝早いんでね続々ね観光客の方集まってきてるぞといった感じではあったんですけど、今回前浜ビーチスタートして今回行くコースのね一応地図を作ってみましたのでこちらの方ね参考にしてもらえばなと思います。画像ねこの後載せときますね。で今から前浜ビーチ出て栗間大橋の方行ってね栗間島の方行って竜宮城展望台ね見てみたいと思います。うん、それではね行ってきます。今日もね暑くなりそうです。バリバリ綺麗です。竜宮城展望台の3階に来てますね。今日もめちゃくちゃ綺麗です。さっき言ったのがね前浜ビーチですね。あれが伊良部大橋です。渡ってきたのが栗間大橋ね。うわーめっちゃ綺麗。今日も癒される。反対側ですね、栗間島、のどかな感じで。
うん、気持ちいいですね。竜宮城展望台でいかがでしたでしょうか。クリマ大橋渡ってね、クリマ島にある竜宮城展望台行ってきました。めっちゃ綺麗でしたね。今日も景色も、若干薄くね、雲がかかってるかなといった感じなんですが、バチコリ綺麗でした。で、今クリマ大橋のね帰りに上渡ってるんですが、今からですねインギャーマリンガーデンの方にね向かっていきたいと思います。でシギラリゾートのね周辺通りながらね行ってみたいと思いますね。で先月ねインギャーマリンガーデン駐車場がめちゃくちゃねいっぱいだったので、今ね現在の時刻がちょうど10時なんですが、どんなかなといった感じですね。あ、入れたらラッキーといった感じでインギャーマリンガーデンにね目指して行ってきたいと思います。それで行ってきます。おーいおーい、暑い日が続くね。おーいおーい、元気でいるかい。坂道の途中立ち止まる僕、長い旅の インギャーマリンガーデンに来てますね。駐車場残り1台でした。危なかった。アクティビティもねもうバリバリやられてますね。業者の方が結構多かったです。じゃあ橋渡ってね上の展望台の方まで、ね、行ってみたいと思います。頂上着きましたね。じゃあまずはね牛に挨拶ね、恒例の。先月来れなかったから。牛元気？今日暑いね。綺麗ですね。色半端ない。めっちゃ暑い。
インギャマリンガーデンね、綺麗でしたね。それではね、次東遠野崎の方にね移動していきたいと思います。ということでね、インギャーマリンガーデン行ってきましたね。めっちゃ今ね気温も上がって28度までなってきてますね。30度近いです。で、綺麗な景色ね広がってました。で、インギャーマリンガーデンですね、ちょっと駐車場がね数が少ないんですよ。なので、まあ、今日ね僕も最後の1台ねたまたま空いてて止めれたんですが、まあ、駐車場問題がねあるぞっていうことだけ覚えておいてもらえたらなと思います。タイミングが良ければね入れると思うんですけど、結構ねアクティビティやられる方も多いので、でまあね長い時間駐車すると思うので、本当にねタイミングとしか、ね、言えないですね。近くにね駐車場を作ってほしいですね。うん、ということでね、インギャマリンガーデンを出てね、次は東遠野崎の方にね移動していきたいと思います。それでは行ってきます。東遠野崎のね展望台登ってます。めっちゃいい景色ですね。うお、最高。海よ山よ川よ空よ星よ、みんなどこへ帰ってゆくのか、恋の瞳も息ばかり枯れ吹く岬。東
試験なざきね行ってきましたね。灯台のね上までもね登ってみました。で登れる灯台なんでね入場料300円かかるんですが、まあ、登ってみてくださいというところでね、今東県の崎を出て、もう気温の方もね28度めちゃくちゃ暑いです。で東からね今度西変な崎の方までねちょっと移動距離結構あるんですけど、この方までね移動して池間大橋渡ってフナックスビーチで西変な崎あたりの方にね行ってみたいと思います。それじゃあね池間大橋までね時飛ばし。恋の乙女よ悪魔の矢よ誰に歌うかゆらゆらゆら日がロードパークでね休憩してます。めっちゃいい景色。今ねあちらの方のね東辺の崎の方から来ましたね。でぐーっとねずっと行ってあれ大神島ですね、見えるかな。であちらの方がね池間大橋の方になりますので、あちらの方までね移動していきたいと思います。今ですね東辺那崎から池間大橋のね入り口の駐車場入って、それからね池間大橋ね渡って池間大橋のね終点の方に売店がね集まってる地区があるんですよ。そちらの方の駐車場に停めて橋をね取ってますね。で大神島もめっちゃ綺麗、うん。でお土産屋さんのねカイミールっていうお土産屋さんのね展望台にも登れますのでね登ってみてください。今回はね橋ねめっちゃ綺麗で、今から池間島入ってフナックスビーチっていうビーチの方にね行ってみたいと思います。それじゃあ行ってきます。
フナックスビーチに来ましたね。入り口入っていきたいと思います。うお、この期待させてくれる入り口いいですよね。うわー、きれい。今日もやっぱ今日ちょっと風があるからでも波が来てますね。5月になってね、泳いでる人いっぱいいますね。駐車場にも結構人いました。おお、結構いるよ。おお、今日も亀は元気。亀岩ね。今日も亀岩は元気ですね。亀と大神島ね。今日ちょっと風があるんでね、波がバシャバシャいってますね。でもめっちゃ綺麗でね、海水浴の方も結構いますね。いい感じじゃん。フナックスビーチいかがでしたでしょうか。綺麗だったですね今日も。でもちょっと今日は風が強いので、ね、波があったかなといった感じでした。で、先月来た時はですね、こちらの方で海水浴客もいなかったんですが、4月の時は。5月に入ってですね、今ゴールデンウィーク終わってもう海開きも終わって、業者さんも開いてましたし、あの海水浴されてる方もねいましたね。結構もう夏本格的になってきたぞといった感じですね。ではですね、池間島を抜け出してですね、今度はですね西辺名崎の方にね行ってみたいと思います。それじゃあ行ってきます。西辺名崎に来ましたね。まずはね、あの上のね展望台登ってみたいと思います。展望台の上来ましたね。今日めっちゃ綺麗。池間大橋ね。で反対側がね、最後に行く伊良部島ね。伊良部大橋と伊良部島で、ハーリーズさんにもいっぱいいて、今日めっちゃ駐車場パンパンですね。結構人来られてます。すげえ。踊って大綱引けば空に満月ミャージミャージサンミャージソッソッソンパイ
っと奥の方行ってね、海の方に行きたいと思います。あれがキノコですね。キノコよ。西辺名崎の方ね、行ってきましたね。今日めちゃくちゃ人多かったですね、うん、でハーリーズさんもね結構ご飯食べられてる方いました、うん、でですね、今からですね西辺名崎を出てですね砂山ビーチの方にね向かっていきたいと思います。で砂山ビーチの次はもう伊良部島の方にね入っていきたいと思いますので、後半戦もよろしくお願いしますということでね、とりあえず砂山ビーチまでレッツゴー。ミルクミルマジミヤジサビミヤジアサミヤジミヤコジマスムのカギサポ島のカギサのミヤコジマビーチに来てますね。ちょうどね観光のバスと一緒になってね、結構観光客の方降りてきましたね。うわいい天気、今日めっちゃ綺麗です。でも波がやっぱ今日高いですね、風があるんで波乗りが入っていきました。さあじゃあ地獄の坂をね帰り上がっていきたいと思います。ということで、ね、砂山行ってきましたね。砂山はねまあまあ体力必要ですね。しかもね今日暑いんでね、今車の温度計30度まで上がってますね。で今の時間が2時15分ということでね、14時15分ですね、うん、で今からね砂山を出てですね伊良部大橋の方ね、伊良部島の方入っていきたいと思いますね。で砂山でねちょっとビデオ撮影ねさせてもらってたんですけど、だから視聴者の方にねもう声かけいただいて、うん、仕事でね宮古島にね来て1年ほど住んでるっていうことで、宮古島めっちゃ綺麗って言ってましたね。その方もね福岡のね小さな島の出身らしいんですけど、初めて僕その島の存在お話しして知ったんですけど、今度行ってみたいなと思いましたね、うん、だけど宮古の海すごい綺麗ですって言ってましたね、やっぱり、うん、なんでねまあたまにねこう見かけたらねお声かけくださいね時間があればね一緒に少しおしゃべりしましょうといったところでね、じゃあ伊良部島目指してね行ってきたいと思います。
今ですね、伊良部大橋を渡ってですね、伊良部島に入っていきましたね。これからですね、戸口の浜をね、目指していこうと思います。伊良部大橋めっちゃ綺麗でした。じゃあ行きたいと思います。戸口の浜に来てますね。今日めっちゃ綺麗です。結構ね、人も来られて海水浴されてる方も多いですね。うおー、やべえ。今日ちょっとやっぱ波がありますね。できましたね。めっちゃ綺麗でした。でね、海水浴されてる方もね、結構いましたね。で、今からですね、一応17エンドの方に向けて行くんですが、その途中にですね、中之島海岸っていうところがあって、まあ、シュノーケリングでね、有名な場所なんですが、そちらの方ね、もし車が止めれたら、駐車スペースが空いてたら、ちょっと覗いてみようかなと思いますね。じゃあ、それで行ってきたいと思います。この辺に小屋があったと思われますね。
中之島海岸行ってきましたね、うん、綺麗でしたね。結構ね、あの僕シュノーケリングね全然やらないんですけど、めっちゃ魚見えるっていうね友達行ってましたね。なんでね、うん、行ってみるのもいいかなと思いますね。でもね、いろいろね、この施設っていうのかな、シャワーとかないので自分でね水持って行ったり、着替える場所もね、トイレもおそらくないんじゃないかなと思いますので、そこら辺ね気をつけて行ってもらえたらなと思いますね。じゃあね、最後ね17エンドの方ね向かっていきたいと思います。でちょっとね時間があったら帰りがてらね、牧山展望台って言って、伊良部大橋がね見渡せる展望台がありますので、差し歯の形した鳥の形したね、あっち最後に行くと思います。なんで17エンド行って、まあ、時間あったら牧山展望台行って戻りますので、よろしくお願いします。17エンドの方来てますね。でこちらに見えるのがね、下地島空港の滑走路ですね。で反対側はですね、バッコリ海がねキラキラ輝いてますね。最高っすね。めっちゃ綺麗やん今日。もう神レベルだなこれ。17エンドね、いかがでしたでしょうか。今月もね、宮古島ね、王道観光コースをピックアップしてね、いくつか回ってきましたけど、まあ、天気も良くてね、で5月になってもう海開きも終わってね、ゴールデンウィークも終わって、海水浴ね、されてる方もたくさんいました。で、海もね、もう綺麗で暖かくなってきてね、もう夏本番に一直線といった感じですね。なんでこんな感じでね、下地家のチャンネルでは宮古島のね観光スポットだったり、まあディープなスポットね、で僕の Vlog などもやってますので、よかったなと思ったらね、チャンネル登録といいねボタンもねよろしくお願いします。ということでね、今回はこれにてね終わっていきたいと思います。お相手は下地家父ゆうきでした。ではバイバイ。
けたら二つの思い一つにして願いもと悲しみを消えるから見つけてゆけるさ明日も宮古一周お疲れ様でした。買ってきた唐揚げですねとビールでお疲れっす。チャンネル登録もよろしくね。また見てね。明日も